時金です朝のニュース見ていきましょう。今日は結構でかいニュースがポン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 ありましたね。えー、はい。じゃあまずはね、ウラルツ湘南の杉岡を獲得へということです。うん。あのー、完全席でね、しかも移籍金かけてでの獲得ってことで相当本気ですよね。で、鹿島もそれに参入しているとか、なんとか。 まあ、裏は左サイド、山中がやっぱ思ったよりっていうところだったんかな。うん。まあ、あと単純にディフェンスの頭数で言えば、まあ、森脇がいなくなったしね。まあ、そこに新しくっていうところで、まあ、若いしな、杉岡な。しかも、再スタで結構、あれなんじゃないですか、いい印象あるんじゃないですか、杉岡自体。ね、幻のゴール含めて。うん。 っていうところで、まあ、今年のでっかい席の一つかもしれないですね、この関岡ね。うん。はい。で、ガンバが泉獲得ですまあ、ガンバ結構、音声がまずどうなるかわからないっていう状況の上で、オファー出してた、あのー、岡山の仲間も振られちゃって、まあ、柏にね、晴れる濃厚みたいでね。うん。まあ、それで、名古屋の泉に行ったというとこですね。 関東の強豪クラブも興味を示しており、名古屋側も有している。どうだろう ?SC 東京、フロンターレとかかなわ、まあ、かんないですけど、マ、まあ、ガンバーが泉獲得に動いているということです。はい、で次、松本山川がですね、ブラジルのセアラ所属のボランチウィリアンにオファーと。前に山がにいたウィリアンじゃないよね。これ全然ね。 あのミリアンフォワードだよね、確かね。うん。まあ、あれん、んえー、っとあ、結論は今週中に出されるみたいなことで。はい。まあ、期限付きなんかな。うん。まあ、見てですね、ボランチの選手。まあ、どうなんだろう。セルジーニョ、パウリニがどっちかいなくなったりするか そんなことないかまあわかりませんけど。はい。で、アントラーズがファン・アラーノ。ブラジルかなこれもまた。ファン・アラーノ。なんか日本に興味があるとかなんとか。<laughs> あるとかなんとか多すぎるような。<laughs> えーっとね、移籍金がね、2億円だって。いや2.2億円あ。ジョルジーニョとのコネがあるんだ。 はあはあはあ。コれチーバでもプレイ一緒にしてたんだね。どうなんでしょうね。まあ、アントラーズ、ミッドフィルダー、結構外国人、まあ、セルジーニョフォーか、いますんで、ポジションがまあ、重なったりするかもしれないけど、まあ、ここもまた、ハマったら、まあ、アントラーズのことだから、まあ、ぴったり、ハマる外国人連れてくんだろうなっていう感じですよね。え、ね まあ、という感じですかね。今日結構大きいニュースだったんじゃないかなって思います。はい。まあ、あとね、昨日で言うと田口が契約満了になったりしましたけど、あと那須がね、引退したりとか、うん。今日も日中どんなニュースが大きいのか、えー、楽しみでございます。以上。